みれいなとワンポイントレッスン。今日のワンポイントはスコアが劇的に変わるアプローチをマスターしよう。アプローチが上手くなりたい方必見、アプローチのスイングを覚えるレッスンです。まずこうクラブを握って、でこうですね。私のいつものスイングだとここで止められないんですよね。ここで踏ん張れない。でもこれを手首を最後返すようにするとここで止められる。なんか自分のスイングがちゃんとここで止まるかどうかを一度チェックしてもらいながら、こう止まるのを確認して、これを連続で、時に左手がちゃんと離れないように、こうして、おいいんじゃないでしょうか。自分のアプローチのスイングがガラッと変わったので、これでスコアもきっと縮まるんじゃないかなと思います。皆さんもぜひやってみてください。